はい、皆さんこんにちは、チでございます。V サターンで三国志5ですね、パート35やっていきたいと思います。曹操さんがね、曹操さんのところに攻めに行きました。もうじきね、ドカッと、もうドカッとは来ないかな、一発ドカッと来てるんでね。おー、捕まえれました、ウキンさんね。この人もなかなか多能な人ですよね。で、どうしようかな。このまま行くとね、ちょっと大志さんかわいそうなので、大志さんかわいそうなんだけどね、宗仁さんどうしよう、関さんね、大して減ってないでね。そうだね、戦ってて関さんなんか殴りがすごい人権ないでね。もうこれ、そうだね、そうだね、そうだわ。すみませんね、そうだねばっかり言ってますけども、報告して、彼ね、巨長ね、コチね、ニックネームコチですね。兵装的にはね、逆転しましたよね。さあ、どう来るかな。まあね、カオさんに面と向かってね、真正面でやってもね、負けはしないと思いますね。大志さんが削られる、削られる。削られていきますね。なんか移動してきたわ。どういくつもりだ、角さん、どういくつもり。いや、でもね、ぶっちゃけますと、陣形変えて、山ないわ、相変わらず山ないね。もうね、張雲さんがね、そのままここに行ってね、張雲さんがとりあえずで、あれもやっぱ硬いな。これ誰、学信さんか、これ誰かな、上皇さんね。どういうつもりだい？こっちからは彼来てるでしょ？彼来てるからね、兵糧が奪われることはないと思うんですよ。だもんで、大志さん、ちょっと大志さん休憩、動けないのね。どうしよう。巨長さんは70人ぐらい？70人じゃないか、7000人ね。そうだね。陣形変えましょうか。核力にしましょう。もう核力で一斉攻撃しちゃいましょうね。はいはい、一斉攻撃ね。それなりに減らせましたね。で、これ誰？宗光さんか。8600。これ軍師かな。学士ね。嫌な感じで囲まれてますね。かつて優美さんは、ちょっと厳しいわね。優美さんなんか、いい陣形あるかな。円月か、円月。大志さん逃がしてあげたいんだけど、全然逃げれません。方向だけちょっと正面に向けて、一応攻撃するか。ね。行きましょう。で、劉備さんどうしよう。劉備さん、矢でも打っとこうか。矢でも打っとくかな。そうだね。これ弓矢は結構強い陣形だったと思います。B やったかな。ね。A だわ。だもんでね。そっか。矢でも打っとこうか。ちょっと待ってね。それだったら一応念のためにね、方向をね、変えときましょう。攻撃で、こうですね。あまり減らないとは思いますけどね。これはちょっと消耗戦になりそうですね。一応ここで席に入って止めておきましょう。残り2、あと2日でまた、お助けが来ますね。
やばい？ああ、あらららららら、やばかったね。計略されちゃいましたね。どう行く？そう来るか。はい、あの子数多いね。ああ、チョウンさん結構減ったね、結構減ったね。チンキューさんか、どう行こうかな。移動できない、まだ。ああ、トイチーさんもライブできない。移動できないじゃない、移動できないわね。一応ね、シュウジノさん、ケツ行きましょうか。ケツね。ケツ行っちゃいましょう。あ、まだか。まだか。ジョコウさんで側面で行くかい？お、ああ！ああ、トライだね。シュウジノさん、トライましたね。となると、あ、大水さん、大水さん、動けるようになりましたね。ちょっと休憩。で、チョウンさんもちょっとしんどいのよね。ね、チョウンさんちょっとしんどいよね。だもんで、ちょっとチョウンさんで、こっち行こっか。ね。うん。で、このね、カクさんどうしよう。いや。いや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 。陣形でね。カモンさん、カモンさんね、あー、じゃあね、じゃあね、リュウビさんが距離、距離ね、距離ね、円月で、リュウビさん円月で移動しましょう。で、もうちょっとね、こういう、ここの、あの、誰だっけこれ、あ、硬いな。鎮球さんをね、落としにかかりましょう。そうですね、落としにかかりましょう。さあ、明日また来ますね。どんだけ囲まれるんだろう。あー、劉備に来たか。おー、減る減る減る。ちょっとかなんな。作戦変えるか。作戦変えた方がいいかもしれないですね。あー、痛い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 。ちょっと作戦変えましょうか。ね。負傷兵がだいぶ出ましたね。陣形を変えて、これは何の陣形？攻撃が弓、あ、弓か。まあでも、いいでしょう。え？ちょっと待って。移動が。何これ、どういうこと？ちょっと待って。なんで移動できないの？は？移動範囲ではありません。後悔？いや、でもいいか。いや、ちょっと一遍整えましょう。ここは方向を上にして、で、あ、違う違う、もうね、明日ね、来るでしょ、あの、もう一回敵が来るんでね、応援にして、はい、ちょっと一遍引きましょう。で、チョウンさん、チョウンさん大丈夫か。これ誰？ガクシンさんか。だもんでね、ちょっと、うん、ちょっかい出しておきましょう。で、チョウンさんね、もしのままいっちゃいましょうね。はい、うん。で、減らしておきましょう。で、これはシュシュンさんでしょう。あ、違う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 、速攻なんか使わないわよ。これ、ジョコさん。ジョコさん悪かないのよね。大志寺さん。陣形ないのよね。大志寺さん、陣形ないのよね。
じ、これ、蜂屋どうなんだろう。あ、でも防御はあるもんね、蜂屋はね。長打。あ、これは、軌道がいいんですよね。意外にね、水陣がね、良かったりするんですけど、でも陸上ではね、防御感激減だ。あー、耐震資産遂行にしておこう。耐震資産遂行にして一発下げるかな。耐震資産遂行にして一発下げましょう。で、徐光さんね。これね、絶対来るよね。6000か。で、ここが、徐光さんが7000ね。ちょっと一遍引いちゃいましょう。引いちゃうというかね、こっちに引いちゃいましょう。で、徐光さんがここで一遍止まります。あ、席にいても会話すんだね。そうそう、本人が来てる気がしますね。あのね、弓のね、陣形のやつがね、あれ多分そうそう本人ですよ。あの真ん中にいるね。あ、やっぱりね、そうそう本人だわ。ねえ、2万いますからね、兵がね。さあ、じゃあここでね、一発かけるかな。あー、そう来るよね。あー、そう来るよね。だもんで、書くか。徐光さん人権なんかあったかな。確約するほどじゃないね。だもんでね。次はね、チョンさんはね、人権をね、もうここで方円に切り替えましょう。で、大志寺さんはね、あ、この人数か。大志寺さんは、曹操の後ろからつきましょう。ちょっと待って。じゃあ、こっちでついた方がいいよね。あ、出身さんがつきましょう。後ろね。ケツを。曹操さんのケツをね。うん。結構減らせましたね。で、徐光さんはこっちに行って、曹操さんの側面つけましょう。ああ、いいですね。なかなかいいです。で、太子寺さんは移動して、賀来さんの後ろをね、つきましょう。で、カーンさんが難しいな。どうしたらいいだろう。ああ、ここかな。で、劉備さんどうしようかな。一発行くか。16000。12000。行ってみましょうか。劉備さんがしようと思ってるのはね、魚鱗でね、応援を潰しにかかろうかなっていうところなんですよ、実は。これで、はいはい。これで、ダメだったら次、角翼で一斉で落としましょう。全然いいね。全然いいですわ。で、趙雲さんがおとりとなってくれれば、応援でね。はいはい。うん、あ、そっち行くのね。あ、ちょっとね、陣形さんがつらいけどね。でもまあ趙雲さん頑張ってくれるでしょう。うん、ああよかった。突撃されたらどうしようか思っちゃった。
これもう風前の灯火ですね。だもんで、攻撃しちゃおっかな。いや、これ、タイシーさんで落とせるね。タイシーさんもうちょっと休憩したいから。はい、カックさん捕らえました。お、応援の陣覚えましたね。タイシーさんね。これ、ソウソウさん。ソウソウさんだいぶ痛めつけるんじゃないかな。痛めつけてそうですね。で、シュシュンさんがね、シュシュンさん、痛いね、結構ね、ちょっと痛かったんでね、ちょっと逃がしましょう。やっぱりね、強調強いわ。ねえ。さあ、どうしましょう。チョウンさんね、チョウンさんはここのままでいいでしょう。さんこれでしょう。突撃かましましょうか、リュウジさんね。リュウジさん突撃かましましょう。いけるでしょう。わ、強い。硬いわ。硬いね。学神さんが3400人。ジョコウさんが1万ね、まだ1万いますから。どうしたもんかな、どうしたもんかな。カウンさん、移動するか。いや、もうちょっと頑張ってもらおうか。攻撃で、そうだね、こういう感じかな。あ、弓矢にしとけばよかった。しまったね。ちょっとね、このあれが正直怖い。通常でいきましょう。そうそう、だいぶ減らしてきてますんでね。もうあと後続いないでしょ。皇族はいないはずです。ね、皇族は、そっか、我らに皇族接近中なのね。佐治先生ですね。来た。ちょ、鎮急。たまらんな、これ。あらららら。はいはいはい。巨長がたまりませんね。巨長さんがえらいたまんない。どう来る？そっち行くか。じゃあね、時間良くなりましたのでね、この辺で終わっておきたいと思います。V サターンで三国志5のパート35ですね、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。